はい、日東愚峰巡礼後期の紹介第3回目になります。西暦838年の旧暦の6月23日日本を経った円仁と遣唐使節団一行でしたが、なんとか、船が壊れちゃったりもしながらも7月1日に唐に上陸して、その後揚州というところに移ります。当時も揚州まで来ると遣唐使節団安心だみたいに言われてたみたいなんですが、まあ、そこで、まあ、日本の、使節団が来たぞということで、まあ、そういう待遇を受けて海元寺というところに、海元寺っていうのは開くに元船とか書くときの元ですけれども、そこに、縁にも長く身を寄せることになります。はい。で、縁人は、まあこの揚州で多くのことをします。例えば、執丹を学んだりですとか、あと、曼荼羅の技法を伝授してもらったりですとか、あと、曼荼羅をはじめとする図像の所作を許可してもらって、その図像を持って帰るとかいったことを、しています。で、この間、遣唐使としての、外国人としての生活なんかも垣間見られて、例えば、どんなことを、どんな風に、会話したかというと、縁にもこの後、10年ぐらい中国にいることになるので、まあ、最後の方には普通に会話できるようになったみたいなんですが、まあ、最初の頃は筆談、本文には筆言、言は言うっていう字ですが、言う字を当ててますが、筆言で会話をしていた。コミュニケーションを図っていたということが書かれています。で、それだけきちんと、お経とか、漢籍を勉強していたから、そういうことができたということですよね。はい。それから、生活費は金で持たされて、借金って書いてありますけれども、金で持たされていて、それを通貨、銭に変えたりとかいう、そういう記録も残っています。あと、彗星が現れて、国の乱れる、良くない前触れだということで、人々が、政情不安が起きるんだということで、人々が、身分の高い人たちも噂しているようなことをわざわざその縁人のとこまで、言いに来たりとか、そういったこともあります。縁人を、前の年に日本でも見てるよ、つって、書いたりもしています。はい。実際、まあ、この後、中国は、文宗という人が、皇帝が、まあ、亡くなって政情不安が起きるの、実際そうです。で、縁人とかも砲難を受けたりとかするんですが、それはちょっと後々紹介していけたらいいなと思ってます。で、なぜ縁人が、ここで長く滞在したかというと、遣唐使節団は、大使たちですね。この人たちは、10月5日に長安に向かって、当時の都である長安に向かって出発して、12月3日に長安に到着して、1月13日に、山頂、要するに、ご挨拶をしています。正式にご挨拶をして、うる1月4日に長安を出発して、2月、12日に蘇州というところまで帰ってきます。蘇州というのは、現在の中国だと、淮安とか言われるあたりです。で、縁人たちは、その揚州から、縁人とかお坊さんたちとか、あとお役人さんたちで、揚州に留め置かれた人たちは、ここで、運河を渡ってきます。揚州から、当時は、蘇州って言われたところですね。蘇州というのは、蘇の国、広州新地の蘇という字を当てた蘇の国の蘇ですが、蘇州に行って大使たちと合流します。で、縁人は、その天台山に、縁祭と共に行ってもいいかという許可が欲しかったんですね。それを待ってたんです。もちろん自分でも揚州でいろいろとこう、主要な、
実権を握ってる人に交渉したりとかもしてたみたいなんですが、許可を得られませんでした。それはなぜかというと、円仁は、もうこの当時45歳で日本でもかなりの高層で、短期研究生扱いだったんですね。当時の言葉だと、小薬草とかいう言葉で言ってますが、小っていうのは幸っていう字に、薬というのは利益の益っていう字なんですが、それに対して円斎一緒に行って、一緒に行った留学層の円斎という人は、まあ、当時は留学層という呼び方してたんですが、円斎という人は、まあ、要するに、党のバックアップで長期滞在が許される立場だったんですね。で、まあ、円仁に長期バックアップを、させるのはどうかっていうのが中国側の政府とか、そういったこう主要なポジションにある人たちの見解だったみたいなんですね。で、まあダメだと。円斎は OK だけど、円仁はダメだということで、まあ一緒に来てたお弟子さんたちが3人ぐらいいたみたいですけれども、一緒にまあ、用を終えた、検討施設団の大使たちと一緒に帰国するしかないのかということで、円仁は一旦その諦めるんですね。ところが、その蘇州に長くいる間に、蘇州では、白木人、要するに当時の朝鮮半島の、国の人たちですけれども、その白木人組織が、ちょっと特権的な、ルートとか、そういうものがあったみたいで、その特別ルートみたいなのがあったみたいで、それを頼んで残れないかということを考えるんです。で、円仁すごいなと思うところは、日記見ても、すごくその、詳しい、実際的で実務的な人なのかなと思うんですけど、その行動力の、あと決断力の、太さっていうんですか、そういったものも感じられるところです。まあ、またここについては次回お話しして